こんにちは、Be Lifeのマリコです。今日は足とウエストシェイプに効果的なサーキットトレーニングを紹介していきます。1種目30秒を全力で行い、その後10秒のインターバルを挟んで続けて行っていきます。今回のは初級編で7種目行っていきます。脂肪燃焼にとても効果的ですので、ぜひ一緒に行ってみてください。最初の動きはワイドスクワットの動きです。膝つま先正面に向けて、肩幅もしくは少し広めで行っていきましょう。お尻を後ろの椅子に腰掛けるようにぐっと低く落としていきます。曲げた膝つま先より前に出ないように気をつけていきましょう。さあ、スクワット全力で行っていきます。大丈夫であれば早くいきましょう。曲げた膝、中入ったり外開いたりしないように気をつけて、お腹を引き込んで、あと5秒です。10秒休憩して、次の動きは片方ずつ膝を上げながら体格の手を斜め下に下ろします。膝を胸に引き込んで、下ろす手のスピード早くいきましょう。さあ、ウエスト周りをシェイプしていきます。スタート地点からできるだけ動かないように、お腹周り骨盤周りをしっかり安定させます。さあ、早くいきましょう。あと10秒です。次の動きは足を少し広め、膝つま先外に向けます。両手は頭の後ろで組んで、尾骨をまっすぐ真下に向かって下ろしましょう。お尻が後ろに引けないところまでで大丈夫です。股関節から内ももの筋肉を刺激していきます。お腹を引き込んで、体は薄い隙間に入ったまま行いましょう。腰から背骨も長くです。尾骨は真下に、あと5秒です。休憩です。さっきの足幅のまま側屈に入っていきます。両手頭の後ろ、肘を膝の方に近づけるようなイメージです。体は真横に倒しましょう。薄い隙間の中で行います。前かがみにならないように気をつけて、バランスも取りながら、さあ真横に倒します。休憩です。次はフロントランジに入ります。片方ずつ足を前に大きく踏み込みましょう。後ろの膝も曲げます。前の曲げた膝、つま先より前に出ないように気をつけて、尾骨は前後真ん中に下ろすイメージです。大丈夫であれば歩幅は大きく、腰を低く落とすと強度が上がります。さらにいける方は早くいきましょう。お腹を引き込んで、あと5秒頑張って、次はサイドランジの動きです。足の幅は大きく広げて横に組み込んでいきます。膝つま先正面、お尻を後ろにグーッと引きながら落としていきましょう。いける方は歩幅を大きく、腰をグッと低く落としていきます。そして早くです。あと5秒です。
最後の動きはウエストをひねる動作になります。膝つま先正面です。絞った方のかかとを上げていきましょう。骨盤はまっすぐ正面を保っていきます。お腹を引き込んでウエストからの強いねじりを感じましょう。ウエストにくびれを作るのにとても効果的です。じゃあぐーっとお腹を固くねじります。あと5秒。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。シンプルな動きですが、足の筋肉もたっぷりと使い、代謝も上がったかと思います。中級編もありますので楽しみにしてください。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ワークショップの情報などは Facebook やホームページで記載していますので、そちらもご興味ある方はぜひご覧ください。お会いできること楽しみにしています。